レイズ18、4エンゼルス、日本時間20日、アナハイム、W ヘッダー第2試合、エンゼルスの大谷翔平投手は19日、日本時間20日、本拠地、レイズ戦のダブルヘッダー第2試合に、2番、指名打者、で先発出場し、3打数1安打1四球で2試合ぶりの安打を放った。打率は、306。チームはレイズ打線に20安打を許し、今季ワーストとなる18失点で大敗を喫した。動画、ネビン監督が大激怒。大谷翔平も思わずがっくり失点許した味方の接種&怠慢。この日はハリケーンの影響で翌20日、同21日に行われる試合が1日前倒しになり、ダブルヘッダーとなった。大谷は右腕エフリンと対戦。初回の第1打席は三振、4回先頭の第2打席は左振。6回先頭の第3打席は四球を選んでいた。8回無視1塁の第4打席で右中間へのゴロで激走し2塁打。続くドルーリーの中越スリーランでホームを踏んだ。9回無視1、2塁の第5打席で途中交代。9回に野手登板していたエスコバーが打席に立った。チームは0-2の5回に2走者なしで、中堅のアダムスが平凡なフライを落球。そこからサンドバルが捕まり、4失点を喫した。続くバリアも5回に無視満塁のピンチで3番ラミレスに左翼線への2点2塁打、4番パレデスに左小へのスリーランを浴びるなど、9失点。3番手ハーゲットも失点を重ね、8回までに17失点。9回はエスコバーが14日、同15日の敵地レンジャーズ戦以来、中5日で野手登板した。18失点は5月7日、同8日、本拠地、レンジャーズ戦の16失点を抜き今季ワースト。借金も再び、今季ワーストタイとなる3に膨れ上がった。ワイルドカードでの進出圏内からは8ゲーム差となった。